レイ。レイ。うん。オッケー。いいわよ。はい。じゃあ、朝になりまして、朝になると同時に、わーっていうロシュの声で目が覚めるでしょう。ロシュちゃん、どうしたの？いや、本当に、サンタさんっているんですね。いや本当だわ。え、プレゼントが、5つも？あら、いっぱいあります。なんだこれ。あら、このクマちゃん、ナツちゃんにそっくりね、ちっちゃいけど。本当ですね、ナツちゃんの子供みたいになってます。うん、ココナツちゃんって名前にしましょう。いいですね。クルミちゃんが決めるんだね。だってナツちゃんは私決めてくれたからね。そうそう、クルミちゃんのクマさんは私が名前を決めたのでね。そっかそっか、うん、じゃあもう、あ、そうだ、今日はクリスマスなの、うん、知ってる？よしちゃん。もちろん知ってますよ。ちょっとね、そう、イベントの回収には欠かせませんからね。そうよね。ソシャゲ。じゃあ今日はせっかくだしクリスマスパーティーをしようと思うんだけど、どうかしら。うん、ああ、いいですね。今からしますか？そうね、今から準備をしようかなって。うん、あ、そうですか。うん、何時ぐらいにしますか？そうね、時間はちょっと決めてないけれど。うん、何か気がかりなことでもあるの？あ、そうですね、ちょっとまだ教授に会えてないので。あ、そうね、そうですね、気がかり、まあ、気がかりが新しいですかね。うん、こう、なんでしょう、全部終わってからの方がなんかこう心から楽しめるというか。うん、か、ちょっとじゃあみんなが来るまで、うん、相談するまで待ってようか。そうですね、うん、それが確かにって言ってから、うん、うん、そうですね、なんか教授に見つかる気がするというか、見つかったらいいなって思ってます。うん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 、そうだね、とりあえず男子たち降りてくるの待ちましょうか。そうね、そうですね。あ、でもあれですね、パーティー、私もなんかプレゼント交換用に何か用意した方がいいんでしょうか？何もないんですけど。あ、いいな、そういうのは。じゃあそうね、うんうん、まあ3000円あげるから後でドンキ一緒に行く。ドンキ便利すぎ。ここ必要だから1人600円ってことですね。ふん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 って顔、なんか何かを計算してます。何を計算してるのかはよくわかんないですけど。私降りてきて。カランコロン。あ、まだいなかった。邪魔するんやったら帰って。あ、はいよ。はーい。なんか帰っちゃったわ。おはよう。おはようございます。おはよう。おはようございます。昨日全然寝れへんかったわ、もう。あら。ほんま誰や、いびきうるさいだ、ほんま。いや、それ多分。渡辺さん。いや、でもまあ、ちょっとくるみちゃんも結構寝言激しいから。あら、私なんか言ってた？もうすごかったわ。やだ、恥ずかしい、忘れてよ、もう。なんか上まで聞こえてたような。うっそ。あ、思い出した、なんかいいよ。でも確かに夢の中で、夏目ちゃんがいっぱいロシュちゃんの写真を隠し撮りしようとしてたから、必死に止める夢を見たわ。とんでもない夢が。シリッと噛むっていう、まあ、なんかいっぱいお腹いっぱい食べてたような気がします。ほんまに見てたんや。お腹いっぱいになった後、さらにデザートをお腹いっぱいさらに食って食べてたような気がします。すごい食べるな。幸せな、幸せな夢だったね。いい夢ね。とりあえずコーヒーと、はい、メリケシ食べた夢見たわ。ありがとう。メリケシ、メリケシ、メリケシ。そういえばなんか練り消しって書いてあるものが枕元に置いてあったんですけど、何ですかねこれ。あ、これ何かしらね。練り消し知らないの。いや、どう、あ、わかります、あれですよ、こうなんか指で飛ばして遊ぶやつですよね。指で飛ばして、ああ、まあまあまあ、あながち間違ってない。マジ練って消すやつよ。そうそう、練り消し、画家さんとかが使うやつね。そうね。ああ、なるほど。なんかキーボードの隙間のゴミを取ったりね。なんか違う役割あるよ。
じゃあちょっとキーボードを買ってこなければいけませんね。キーボード掃除するために新しいやつ、ほこりかぶってないのよ別に。待たないとほこりかぶるまで。ほこりかぶったキーボードを買ってこなければいけませんね。中古だわな、それ。中古やん、中古。ほこりより手垢の方が多そう。やだ。中古屋でも多分掃除してるだろうから、ね、なかなかのとか言いながらね、まあ、ちょっとココア飲んでます。ココアとコーヒー飲んでもらって、うん、朝食は簡単なサンドイッチがペペペとで出します、うん、おお、はい、どうぞ。いただきます。ありがとう。いただきます。また早い。早いな。人が。これご飯食べながら昨日の夜のことを共有してます。うん、いましょうか、ね。方がいいですよね。うん、うん、ロシちゃんを見てるからね、どうせ自体を。うんうん。うん、あ、そうです、ね、うん。まあじゃあ。ガクガク。そこが壊れたんですか。大丈夫ですか。あら。あ、そう、これ。うん、まあ、壊れたのもびっくりだったんですけど、本当ですね。ちょっと見せてもらってもいいですか。ほら、わかるの、ロシちゃん。いいけど、気をつけてね。ほら、すごいわ。何、ジャカチャカチャカチャ。あ、とりあえず電源をつけるようになりましたよ。あら、すごい。すげえ、直しちゃった。ありがとう。修理出したら多分もっとお金取られると思ったから。ロスちゃんバチバチすごいやん。こういうのってなんか勝手に直したら保険が効かなくなるんでしたっけ。あれどうしましょう。あ、大丈夫、新しいの買おうってまでもう思ってたくらいだから。あ、そうなんですね。でももう使えるレベルに直ってるよ。すごいね、うん、ロスちゃん、すげえ、うん、実はちょっとね、電気系機械系は得意なんです。あと天文学と。あら、すごいよね、インテリ上司。僕好きだね。でもあれですね、さかなクンさん、はい、これあれですね、なんか随分通知溜まってますけど。あれ、ん、え、あ、電波何回じゃないの、使えるようになってる。え、はい、じゃあさかなクンがスマホ見ますと圏外ですね。あれ、あれ、なんですけど、なんかこう、なんでしょう、 Twitter とか LINE とかメールとか、あと着信履歴とかはありますかね。めっちゃ連絡ないけどどうしたのって感じの、ちょっと帰ってこないなら帰ってこないって言いなさいよみたいな。うん、嫁は。あ、実家のお母さん。試しに電話ってかけれますか。電話は県外だからかけれませんね。ああ。これ壊れてる間に。いつ壊れたの。これは昨日の夜。はい、あ、その。でも電話かけるためスマホって、ムノさんのじゃない、渡辺さんのスマホで試しました。はい。じゃあ渡辺さんのスマホも同じように通知が来てるでしょうね。え？あれ？あら、私の TikTok の通知も来てるかしら。あ、来てますね。あら、いっぱいコメントついてるわ。今日投稿してないけど大丈夫なのかなみたいな。え、じゃあサイモンザブローから電話来てるかな。サイモンダブローからは電話来てないですね。来てないか、何やってんねん。通知系は来てるってことですか。そうですね。それみんな何時頃までの通知が来てるとかは、何時頃までのか、まあでもそんなに、なんだろう、5分刻みとか1時間刻みで通知来てるわけじゃないと思うから、まあ、うん、昨日の分とか一昨日の分とか、電話って県外になってからの分がどうやって来ますね。さかなくん、それ昨日のその夜壊れた瞬間には通知とか来てなかったんでしょ。おそらく、あの、ね、カメラ、そう、多分そこまで見てなかったですね。そうですね、カメラ機能を使っただけだったので。そうなのね。というかそのカメラを使ったんですけど、カメラに土星が映らなかったんですよ。え、あれですよね、渡辺さんも、ああ、そうそうそう、今日見たら、うん、なんか、そうそうそう、土星のある方向に双眼鏡を向けて、うん、で見た、土星見ようかなって思って双眼鏡を覗いたんやけれども、うん、確実に土星があった方向に、あ、方向なんやけれども、双眼鏡に土星映らんかったね。あら、あら、何が見えるの。
星空、なんか綺麗な星が、私も天体望遠鏡持ってたから起こしてくれればよかったのに。まあ起こそうとしたらちょっと台風の目みたいなの通り過ぎていくんかなみたいな感じやったから。 確かにね、あとちょっと個人的に起こしたくないし。何よあれはじゃあそのこの通知が来たのってどこかのタイミングで電波が届くようになったってことよね。こういうことになりますよね。かな、あれちゃう、もともとなんか電波来てたけれども通知自体は来てたけれどもなんか反応できんかったとかちゃう。僕ら、うん、忙しくて、そうだから、スマホ覗く機会もなかったし、そもそも今肉眼でいろいろ見えてないってことよね。何かを通すと見れるみたいな、うん、逆じゃない、逆よ、そうですね、うん、逆で肉眼では土星が見えてるけど、ああそうそうそう、機械を通すと見えない。そうで、ってことは機械を通せば元のそのなんていうのかしら、ある意味現実というか、まあ日常にね、日常が見えるというか、うん、あ今ここにいるのが非日常の世界として、まあ、物を通すことで日常の世界を見通してる、うん、そんな気がしてきちゃったの、はいはいはい、なるほどなるほどなるほど、まあ、念のためじゃあなんかカメラてか、なんかせっかくですしクリスマスだからみんなで写真撮りますか。じゃあいいわねほらそういえばプリクラもねみんなにあた、あ渡してなかったわ、ほらはいはいはい、はい、あ確かにプリクラ切っといたわよ。ありがとうございます。どこにどこに貼ろうかなって、じゃあこうクリスマスプレゼント5個並べてうなってます。プリクラを貼るのに適したものがないな。いやココナッツちゃんの背中のところにほらなんかちょっとちょっと、ああこのなんか洗濯のタグみたいなここに貼っておきますか。そうよそうよ、練り消しのケース練り消しのこれ魚に貼ってもいいんだよ、この持ち手に貼ってもいいんだよそうですね、じゃあ全部に貼りましょうって、じゃあ全部に貼ってます、うん、ペタペタ全部一人で使い尽くしてチョコレートの包装紙にも貼ってます。はい、かわいいよね食べて食べたらなくなっちゃうでしょ。うん、あ残るものあげればよかったな。練り消しとかな。本当いる、いや絶対なくされるわ。必要なのよ練り消し。素直に喜べないのよ。うん、いやでも子供の時練り消し持ってるだけでチヤホヤされたからな。マジか。まあ小学生は。まあ記念写真は普通に撮れますね。パシャ。うん、撮れました。あ撮れるんだ、うんうん、なんかその背景の中とかにお菓子たものとか、まあ、僕にはうーん完全になんか女神転生みたいな感じや、うんうん、なんかねこうパラドックスみたいな、うん、パラドックスっていうのパラレルワールドですか。この写真を見てロッシュがあって言います。あえおどうしたの。あじゃあ巻きたままでした。 あ本当だわ。着替えてらっしゃい。着替えてきますって。じゃあこううさぎもこもこ着ぐるみ状態から普通の服に戻って帰ってきます。あでも姿を収めてしまった。ロシさんの貴重なパジャマシーンを映してみた。あちょっとお金取りますよ。これ枕元に置いてあったので多分あれ椿さんのパジャマですかね。ありがとうございます。私のじゃないのよって僕が言ってます。椿さんやっぱそういう趣味が嫌なのもありますね。違うのやっぱり、たくさんでええんですよ。じゃあちょっと早かったサンタさん顔ばっかりしますですか。僕らの前ではありのままでいていいんやで。そんなこんなおばさん恥ずかしいわってちょっと顔を隠してます。いやこういうとこ可愛いのよ椿ちゃんは。ゆみちゃんこれってあれですかね、ラブコメの波動を感じるってやつですかね。ラブコメ誰の出しラブ恋するの。間違えました。いや僕困りますよ、僕既婚者なんで一応。リボーチ空いてるよ。
嫁に殺されるんで。夏目も一回会いたからな。まあ、今幸せに暮らしてるんだろ。いや、一人息子やから。あれあれあれ、まさか、あれあれあれ、あたしと。どうだったらそうこういう勘違いも甚だしい。やちょっと今はやめときなさい。そんなね、ちょっとそうよろしちゃダメで、そうよろしちゃいないとこでやりなさいよ。ってじゃあ何の話ですかって首がかじかじげて、何でもないのよ、まあ、いい年してね、ね、本当に。わかりました。じゃあ椿さん一回席外そうか。いやだ。どこ行くんだよこの台風の。いやいや、すぎ手早いわこいつ。やばすぎやろ、怖。骨も嫌う手の速さよ、手の速さよ。ちょっと普通に顔を赤くしいてます。手やってます。どうしよう、意識しちゃうじゃんこの後。ちゃんと椿さんとお話ししたんですけど、なんか今日ぐらいに教授が見つかるような気がするんです。てか今日見つけたいんですってこう、ロシちゃんがこう両手握って頑張るぞいってポーズしてます。どうする、教授行く気満々なのよね。どうしても今日じゃないとダメなの。ロシちゃんは教授にどうしても会いたい理由はやっぱりまだ教えてくれへんの。教授、なんで言いたくないわけじゃないんですけど、どこまで言っていいのかが分からなくて、うんうん、あ、そう、神様との約束はどこまで喋ったら破ることになってしまうのかが分からなくて、うん、神様とちなみにどういう約束したとかって。そう、それを言ってはいけないという約束を破る期限、オーダーラインを今探してるんです。ああ、そっかそっか。約束の内容を言ってはダメっていう話でして、あ、約束の内容に触れるのがどこまで喋ったら触れちゃうのかが分からなくて。ああ、うん、そうなんだ。それは破ったらどうするとかは言われてるの。ああ、どうなんでしょう、多分会えなくなるんじゃないかな。あら、会えなくなっちゃう、うん、うん、それはちょっと嫌なので。そうね、うん、そうなんだ。からこう、あの、決して信じてないとか言いたくないとかってわけじゃないんです。うんうんうん、大丈夫よ、分かってるわ、うん、あ、ありがとうございます。じゃあニコってですね。かわいい、かわいいわ。、うん、よし、うん、そうね、本当はさっきもね、クリスマスパーティーをしようって、うん、ちょっと提案してたんだけど、ヨシ、うん、ちゃんがもう教授教授って言い続けてるから多分ついてきちゃうんでしょうね。そうですね、まあ、心理学とか振ってもいいですよ。おっと、おうほう、まあ、振っちゃうわよ。あ、私振っちゃダメだわ。あの、よろしくお願いします。そうそう、がオープンでいいよ。あ、あ、うん、あ、そっか、オープンでいいですか。振っちゃいますよ、はい、振りました、成功です、うん、はい。おお、そう、成功しろ。はい、じゃあ成功した人たちはなんかロシから焦りみたいな、うえ、だダメ、焦りなんか、なんか焦ってるような。成功してないから分かんないわよあなた。あ、成功した人は、うん、なんか急がないと今日中にみたいな感じのところで焦りが見えるでしょう。ロシちゃん、ね、どうしても今日がいいのね。そうですね、今日中には見つけられたらいいなって、うねうん、なんか危機感も感じるし、一緒に行動してた方がのいいのかもしれないわね。そうね、昨日みたいに何が起こるかわからないし、だってくるみちゃんが吹っ飛ばされちゃったんでしょ。うん、そうなのよ。これはみんなでもう研究所に、研究所じゃないや、工業、化学工業、化学工場、工業、化学工業に行くしかないかしらね。そうね、は PL には一任されてはいます。ですね、
何悩んでるのかは大体わかるんですけど、ここは結構大きな分岐点だということを先に言っておきます。うお、セーブしたい。セーブ機能お願いします。セーブ、あー、じゃあ翌日にしますか。なあ、セーブなんだな。セーブ機能はありますよ。ただちょっと過去に戻る機能がないだけで、EL でクイックセーブしかないんで、このゲーム。みんな PL で相談しよう。相談しよう。はい。分岐点どういう、いや連れて行きたくない。連れて行くか連れて行かないかでだいぶ変わるんじゃない。いや連れて行かん俺は。そう、なんか、ま、どうなんだ、まだ連れて行きたくないよ、ね、連れて行かない方がいいような、うん、連れて行く、だって多分だけど、そのニートン化学工業の人たちがロシちゃん探してると思うのよ、私。いや、そうですよね、多分、うん、そんな感じがすんのよ。みたいなとこあるから。あー、そっか。結局その写真の住所も自然公園、うん、いわゆるそのニートンの息のかかってるところ、息のかかってる、あの元々所有地。そう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 、だからそこに連れていくこと自体間違ってるんじゃないかな。私は連れて行きたくないわ、もう思うツボだと思うわ。あ、やばいわ、あ、私、あ、抜けないわ、オカマ。クルミちゃん本人なんだよ。PL なのに。ワンちゃん、うん、あれだよね、樫田教授と、その多分あっちはその敵対というか、多分全然相対するものだと思うんだよね。うん、イートンと樫田は、樫田が敵対関係で。地下にロシを連れていくってのはどう？それはありかもしれん。うん、なんか反応する唯一の、それに多分焦ってるってことは、うんうん、今日中に多分そのまあちょっと見たいかもしれんけど、今日中に全部回らなきゃいけないって思うと、うんうん、必死さみたいなのも伝わるかもしれんし、うん、工場に行ってから行ける保証がない。うん、あ、だからこっちにおるんやでっていうことを伝えつつ、ゲーセンの方にロッシュをまず連れてってもらう。他メンバーがニートンで情報を得て、うん、なんとか柏を説得する。そう、なんかそれかなか、うんうん、ワンちゃんその工場でもう得体の知れないものが待っている可能性があるから。いや、工場最後の方がいいかもね。なんかそれを考えると、時間があるなら全員で、地下全員で工場が望ましい気もするけど。いや、ロシちゃんだってそれ連れてくことになるじゃない。あ、そうそう、ロシは置いていきたいんだけど。そうね。カシラさん預けるとかできないかな。ああ、どうかしらね。いいかな。工場に二手に分かれるっていう意味でロッシュ、うん、それこそ、うん、ロッシュが柏田さんに向かって声かけてくれたら、うんうん、そうそれはいいアイディアだとは思うんだけど、うん、どう分ける、そしたら、もし分けるなら。僕もっかい柏田さんに行きたいんですよね。そうだよね、母反応あったらから行った方がいいと思う、うんうん、いやとしたら、うん、ここは探偵としてニートンには行こうかなとは思う。はい、一応確認なんですけど、はい、ニートンに行く部隊を全員じゃなくて分断で行くでよろしいんですね。怖い、その委ね方きつ。いや、もちろん PL の判断に全然お任せしますよ。私はどちらでも構いません。キーパーは一回聞かれるの怖いな。一応確認しただけで。それでいいですかが、うん、キーパー軽く聞きたいんですけど、水没状況とか、はい、そういうのって結構広いですね、うん、影響して時間経ちます。影響して、車移動だったら影響します。ああ。電車だったらそうでもない。電車だったら変わらん、うん、だったらこない、なんだろう、昨日は図書、なんだっけ、病院行って図書館行ってゲーセンに行けたから、うん、ゲーセンに行ってその工場に行くっていう流れはできる
まあできると思うし、まあ、言うてゲーセン目と鼻が先なんで、そうそう、だし赤切り駅ないやから、うん、どっちも赤切り駅だから、うん、そうそう、ロシュと誰か残るか、もしくはロシュをその預けるかとかいろいろ考えて、一旦保留にしてってことね、うん、あやったらそっかそっかそっか、その方がいいかもね、一旦ゲーセン行ってからで行けるかの方があんまいかなって、戦力分散させるのまずい、そう、うん、そこで、ね、あえて選択する方があるか、昨日分けたことによってまさかそっちが先頭になると思わなかった、そうね、確かに、うん、それ考えると全員で行動する方がいいわな、うん、それでよろしいですか、確かに、はい、はい、こっちの方がいい気がする、うん、いいんじゃないか、私はいいです、うん、では異論はない、はい、はい、ではあなたたちは全員でひとまずゲーセンへと向かうことでしょう、はい、来ました、5人でサンタだからじゃあ、はい、九段のところに行きましょう、うん、行こうか、全員で向かいますか、全員でもうこれは全員かな、向かいましょう、はい、またでは、ま、あもうどういいよ、もう一回ダン君で石膏してみてもいい、もしかしたら、うん、うん、敵が待ち構えてたりするかもしれないし、確かに警戒されてる可能性が、うん、そうですね、違う人がいるかもしれない、一人で行く、どこまで一人で行きます、一番最初の階段の、うん、下る前のまで、うんうん、はい、まあそこまでの道中に特に人の気配とかはありませんでしたね、そしてまあアイコンタクトで後ろからそろそろついていくみたいな、クイックイって、はい、では全員でゾロゾロと地下階段のある場所まで、階段の上で、うん、3人くらい待機の多い気がする、足音で相当人数いくから圧がすごいと、うんうんうん、初めて来たわよこんな場所、何ここ、だからそれこそ一人で降りてもらった方がいいんじゃないかな、うん、そうします、うん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 、ただそうね、渡辺くん行ってもらっ、渡辺くんとロッシュちゃんで行くか、ロッシュ、うん、で行った方がいいんじゃないか、うん、あとすいません、はい、剣道の袋を開けて、うん、その剣道の防具ってつけてもいいですか、うん、いいですよ、はい、いいんですけど、はい、ショットガンに対しての走行になるかどうかは結構疑問だけど、うん、仮にショットガンと戦う時って走行どれぐらいになりますか、うん、まあじゃあ幸運当たりどころ剣道の防具ってそんな全身とかじゃないと思うから、当たりどころ幸運に成功したら1点走行上げましょう、わかりました、うん、でそしたらでは日本刀も構えて一応行きます、防具も装備していきます、はい、ロシちゃんと一緒に、はい、ロシが多分何も分かってないと思うから、そうですね、ここどういうところで何しに、柏田教授がここにいるんですか、ロシュの両手を握って、うんうん、柏田教授が奥にいるかもしれないけど、うんうん、もしかしたら柏田教授すごく怖がっててね、の危ない行動を取ってしまうかもしれないから、うんうん、ロシュも渡辺君の後ろにくっついて気をつけて行ってきてっていうふうに伝えます、わかりました、うん、じゃあ優しく声をかけてあげて、わかりました、うん、やってもでも教授私の声とかは分かんないと思いますけど、うん、でも会いたかった気持ちとか、うん、手紙の内容とか伝えてみてくれる、そうね、今までしてきた手紙のやり取りとか喋れば分かってくれるんじゃないかしら、わ、うんうん、かりました、では2人で降りるということでよろしいですか、はい、はい、では渡辺とロシュの2人がカツンカツンと足音を響かせ長い階段を降りていく、階段の一番下には一つの扉があることだろう、じゃあまたドンドンドンと、はい、ノックします、はい、特に何も返答はありません、橋田さん聞こえていますか、昨日来たものです、何の物音もありません、あなたの日記を見てここまで来たっていうのは昨日言っていたと思います、でも僕は
そして僕はニートン化学工業に行くべきだと思ったんですけれども、少し事態が変わりました。この僕の隣にいるロシという女の子、その子があなたにどうしても会いたがっている。時間がないんです。どうか話だけでも聞いてくれませんか、って言ってロシちゃんに変わります。そのどうかしら教授って感じで、なんかこうたどたどしく話してるんですけど、はい、本当に何一つ物音が聞こえません。君耳した方がいいんじゃない？君耳ないんだよな。ああ、振ってもいいですよ。25一を振ります。はい、聞こえろ、あ、危ねえ、危ねえ、怖い。でも何でも聞こえないんですか？では、返事がない扉に向かって話しかけていたロッシュですが、そのうち、まあ本当に何も返答がないので、徐々に言葉が尻すぼみになっていって、こう最終的にはこうなんか涙目で、これなんかこう口を開いては閉じてみたいな感じになってます。ああ。橋田さん、聞こえてますか？カシアさん、どん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 。どん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 。特に返答はありませんね。でいない？いや、日本ってるのか。いや、なんかしてる。ロシちゃんに後ろに戻るように言って、はい、扉をぶち破ることって言っていきますか、日本刀で。日本刀じゃ厳しくないですかね。ああ。くるみちゃんね。私のそうだね。私くるみ呼んでもらって。まあできないということにしてもさせてもらってもいいですか。できないよ。できないのか。筋力での突破はちょっと厳しいということにしてもらってもいいですか。だいぶ分厚い鉄の扉なんだ。研究所に鍵があったのかな。皆さんも降りてきます？ロシが上がってきたんで、ロシを、うん、こう涙目の入れてギュッて抱いて、うん、頭をポンポンってしときます。ナッキーは椿はここにロシと残ります。はい、で一応その突き破れないかってことで私一回降ります。うん、はい、降りました。で私も聞き耳していいですか？まあどうぞ。ああ、じゃあ自分も行きます。はい、自分も行きます。ツンカツンカツンカツン。はいはい、では中から何も物音はしないことがわかるでしょう。おそらく中に人とかはいなさそう。あら、何にも本当に聞こえないわよ。マジでいないか、うん、それかっていう感じ。そうね、昨日は聞こえたのよね。うん、人の気配は確かにあった。今はそれが全く感じられないわ。私この扉はちょっと突き破れそうにないわね。なんか本当にそれ突き破られないような対策まで取られてると思ってもらっても構いません。うん、なんか補強してあるみたいな。全然頑丈で、回してみたら。ああ、そばの分、はい、鍵がかかってますね。かかってるんだ。うん、鍵が来たら開かないみたいね。今誰もおらんかったら鍵開け5。お本当にやりますか？これ失敗なんかあるんですか？下手に手出さん方がいい気がするんで、何もなかったことにします。こういう時ファンブル出るのよ。本当に怖い怖い。うーん、これなんか本当に誰か出入りしたかどうかの形跡みたいな、床とか見るとかってできるんですか？この床見ても多分わかんないですね。あー、ドアって小窓一つないんですよね。ないですね。まあスカだったのかしらね。ちょっともしかしたら、うん、誰か出入りしちゃったかもしれないわね。カシダちゃんとか。あ、やったら店の人に。そうね、聞きましょう。うん、確かに。出会ったかどうかだけ聞いてみようか。店長代理ちゃんいるかしらね。出てます。はい。戻りますか。戻りました。店長代理ちゃんを探します。じゃあ私が店長代理って助けをかけてる店長代理が見つかります。
いたいた、店長代理ちゃん、うん、ああ昨日の、どうもどうもどうも、相変わらず樫田ちゃんって来てないのかしら。ああそうですね、もう営業時間中は見てないですね。あらそう、営業時間中、営業時間中は何時までだったのかしら昨日って。あ、まあ、昨日もまあこの店、まあ、なんやかんや日付変わるぐらいまではいましたけど。あら、うん、そうなのね。なくなってるとしたら朝か、うん、深夜か、これか、あ、そ、あ、それか大学にいるとか。ああ、大学、うん、大学考えにくいわね。私清水さんの飯持ってるわ。あ、うん、電話かけてもいいかしら。県外、かけられないんだったわ。そうなんですよ、県外なんだよね。それができるなら最初から樫田教授に電話をかければ着火解決するんで。そう、ね、確かに。どうしましょう。まあ、分かったわ、ありがとうね代理ちゃん、うん、いえいえ、でもどうぞごゆっくり。あんなこと昨日みたいな体制を取られて、もし樫田さんだったとしたら大学に戻るなんてことあるのかしら。うん、考えにくいと思うわ。うん、誰かに怯えてるような感じもあったし、まあ、うん、どうなんでしょうね。でもとりあえず一旦喫茶店戻りますか。うーん、さてこれからどうしますか。行くしかないのか。まあもう行ける場所はそんなに残されてないでしょうね。行ける場所というか行ってない場所、うん、なるほど。公園にロシを連れて行きたくない。行きたくないわ。うん、確かに樫田さんに会う前に。でも樫田さんが行ってる可能性もなくはない。確かにそうなんですね、いるかもしれない普通に。でもほらね、やっぱ必ずやり遂げなければって書いてるぐらいだから、もしかしたら決意を固めて行った可能性はやっぱあるとは思うのよ。本拠地に乗り込んでる可能性あるよね。そうよね、でも私たち何もわからないまま行くことになるんだけど。そうね、やろうしちゃう。私でもやっぱあの姿見ちゃってるから、私は連れて行きたくないのよ。そう、うん、そうですね。でもこれあれだわ、あのプレイヤーキャラクターとしては、あ、そのくるみちゃんとしては知らないんだったわ依頼のこと。そうだ。そうだから、なんかでも状況が状況だからもう、ね、あのね、目の色が変わった状況を見てるから。おかしいっていうのは気づいてるからね。なんか外に連れ出すこと自体控えそうな感じがするよね。いい顔しないわ。閉じ込められそう。閉じ込められたらロッシュがいい顔しないね今度は。そうよね。いやロッシュちゃんの願いも叶えてあげたいけど、まあ、連れてくって手で大学に行ってもらって他で行くって手はあるけど、バラッケさせるのがやっぱりっなんかな、バラッケさせるのもそうだし、タイムロスがリスクがあります。行ってしまえばだったらロシを絶対守るっていう手で連れていくか。全員で守るっていう手で、ね、そうやな、もう何があっても守るぐらいの気持ちで、ロシュがいないと解決しないことが出てきそうな気はして。ありそう、ありそう。それはそうなんだよね。その電気工学とかさ、うーそう、そうなんだ、必要になるんちゃうって。ピザしかないから。悲鳴が、中の人の悲鳴が、そう、必要に。慣れじゃないって考えたら、ここはもう心を鬼にして覚悟を決めてロシュを。連れていくしかないかもしれない。ロシとなんか約束事だけした方がいいかもしれない。うん、お、絶対離れないことっていう。うん、お、あとこれすごい気になってます僕。これいつ使うのっていう。あ、これは私はもうパンドラな気がする。あのロシちゃんが動かなくなっちゃうと思うわ。それそしたら。機能停止のキーな気がする。あ、そういう鍵か。
だから本当に暴走して手つけられない時だけ戦闘ロールで使うしかないんじゃないかな。そう思うわ。なんか戦闘始まった時にはもう使おうとは思ってるけど、それ以外ではマジで使う気がない、うん、なるほど。もう本当に止められなくなっちゃった時にしか多分ねこれは使うべきじゃない、うん、そうやし、その鍵を差し込んでくれって言ってきた連中も多分こっち側のロッシュしか知らんと思うのよな、うん、そうね、もしかしたら。なるほど。そうだからこの状態から鍵を使うことでどうなってしまうのか、そっか、逆にこの状態になるのか、そう、悪化させるのか逆にこの赤目の方に戻すのかっていうのは分からんから、そう、なんかでもその感じのアイテムっぽい気はするよな。パンドラ感がすごいよなこれに関しては。そもそも機能前提して気絶とかあるだろうし、ロシちゃんが死んじゃいそうで嫌なのよ。この鍵を使うことによってその黒ずくめ連中にとっての利点があるって考えれば、良くない方向に進む。だからこの力を我が物にできるみたいな制御機みたいな可能性とかも考えれば、なんか安易使うことはできんかなって思ってる。本当に手つけられなくなった時用っていう緊急事態用ってことにして、それまではもう触んないことにしましょう。いやー、電気工学持ってるのがロッシュだけっていうのが、そうだから必要なんじゃないかなとも思う。でも必須に書いてなかったんだよな。そうですね、特定分野においてはロッシュは結構すごい知識技術を持ってるってことは、まあもう分かるでしょうね、うん、そうですね、ギークっぽい感じの、うん、やしなんでその分野なんやろっていう。いやそうなんですよ、よ、うん、まあまあ、によってなんでそこに強いっていう。そうなんだよ。ココナッツちゃん、ちゃんとお守りで持ち歩いてねって、とりあえずなんか民主主義する、民主主義多数決、うん、いやロシちゃんは一緒に連れてってあげた方がいいと思う。もうここまで来たら連れてく方が安全、むしろ安全なんちゃうと思う。そう、置いて一人二人を置いて行くの方が厳しそう。そう、なんか二人気絶して手つけられへんで暴走してるとか、そう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 、それが怖いから置いていったら、どうせ後でキーパーがなんか謎の組織にやられましたって言うよ、うん、それでなんか解決されるから、うん、黒ずくめに捕まりましたって、あ、こんなことない、置いていかなければってちゃんで終わる。ちょっとあのから PL としてのお願いをしたい。はいはいはい、あの鍵のことを教えてほしい、くるみちゃんにも。ああそうですね。そうで、あの大変なことになった時にくるみちゃんも対処できるようにしておきたい。ああ、もういい加減、ちょっともう見てるから、まあ、ロシちゃんのあの姿を、ね、もう仲良しになってるから、う、ね、もういいんじゃない、うん、じゃあとりあえずなっちゃんがロシュに、うん、約束事をしている間に説明をしてほしいから、うん、ちょっと聞かせてくれるかな、じゃあみんなで話が固まったってことで、ね、まあ、今まであったことの流れから、うん、まあ、その依頼してきた黒ずくめ、うん、でそしてロッシュを探してたことと、鍵のことはクルミザーにも、まあ、その騙したりとかそういう、なんやろ、やましいことがあるっていうわけではなく、うん、なんかこう純粋に寄り添える感じがしたから、うんうん、一応黙っておいたっていうことを踏まえてちょっと伝えます、うんうん、そうだ、ロシちゃんと一緒にいる時間長すぎて、うん、そう、そうね、二人きりになる瞬間だったらそうなんだよね。そう、いや確かにそうよね。え、じゃあ私以外みんな知ってたってこと？そうだよかな。あらやだ。次の日、騙すような真似をして進まなかった。次の日ぐらいにはみんな知ってたかな。うん、まあでも何よそれも。まあ私それ聞いてたところで多分態度は変わらなかっただろうけど、まあそうね。ロシちゃん、知らん、知らんからこそのこう絆っていうのもやっぱりあったと思うから。うん、そうね、うん。まあここまで知った以上は責任を持って私もロシちゃんを最後まで見届けようと思うわ。うん、これ鍵じゃん、くるみちゃんに渡しとく。いや、くるみ大丈夫？くるみちゃんの中の人の精神が持たんかもしれない。そう、そういざという時にその鍵を使えるのかっていう判断もやっぱり、ね、私はやっぱり一応依頼で預かったのが夏目ちゃんだから、あのもし、その夏目ちゃんが
気絶するようなことがあったら私は普通にちゃんと使うと思うけど、まあまあ、その鍵持ってる場所だけは教えとこうかな。そうね、そうだから、うん、ここにしまってるよっていうだけは伝えてきます、うん、任せたわって言ってそこしまってる場所ポンポンって触ってちょっと ねっとりしますねっとり、まあなんかスーツ汚れた汚れてないわよ、そういう粘液じゃないわよ、ねっとり触るってことよ物理的にネバネバしょ、何よ、ちょっとふざけただけじゃないのヌタウナギみたいな、まああれよ、私 あの持ってるマーユよ、マーユ、マーユでんの、あの違うわ、持ち歩いてるのよ、手が荒れちゃうから洗い物してて、あ、なるほど、それがちょっとベタってしましたマーユまみれだからスーツ黒いんか、そうよ、元は白かったのにあのそれ、あごめんなさい、あのどこ行くかの場所の話の続きなんですけれども、うんうね、うん、ニートン化学工、あの自然公園も2箇所あるじゃないですか、化学工業のところと旧アコ、そうそうそう、上部分と中央部分でね、うんうん、そうそうそう、展示施設って行った方がいいのか良くないのか、うーん、ちょっと悩んでるんですよね、うん、ある程度分散させた方がいいのか、その場で全気絶あるもんね、そう、全滅は避けた方が、その可能性も否めんけど少数になるのがどうしても怖くてな、そうだねっていうのはあるから、ロッシュ含めて分かれても4人は必要かなって思う、うん、4-2 だよね、できて、うん、4-2 かな、3-3 は心もとないから、うん、しかもロッシュ側に STR 積まれると難しくない、うんうん、あっわしか、わしめっちゃ今更めっちゃ今更なんですけど、キーパー、はい、あの寝たことで怪我回復しませんか、ああそうですね、1D3 点回復できます、忘れてました、ごめんなさい、じゃあこれやん、夏目も回復できるやん、ダメージ負ってる人は睡眠取った、飯食って睡眠したことで 1D3 点回復できます、ういー最大おー、これ吉尾はじゃあ関係なくもう1でしょ、うんうん、あそうですね、1000なんで全回復で、はい、ですね、うんうん、はあ、ごめんなさいね、頭が痛いわね、うんでロッシュとのなんか約束するみたいな話は結局どうします、今します、場所決めてからします、そうですね、場所を決めてからにしようかな、最後に、はい、言ってから行きたいです、はい、うんうん、場所、場所、いや資料を見直した方がいいかな、うん、結局中央にある、その中央にあるのは、あれよね、その最初にチラシで社会科見学できるし、場所である、元工場、工場の本拠地よね、本拠地、うん、現役ですね、現役工業本拠地、ニートン化学工業赤切り支店っていうのがこの自然公園のど真ん中にありまして、うん、この天井がその展望室兼展示室みたいになってまして、うんうん、そこの見学が年中無休でいつでもまあ営業時間内ならできますよって感じ、まあ、ちょっと上のところはあれよね、夏目さんが呼び出されてる写真裏に書いてある住所で、うん、この写真の少女を見つけたらここに連れてこいって言われた住所ですね、鍵使って連れてこいって、うん、そうそうそう、言われた、それは最後じゃない、うん、その鍵使ってから連れてこいっていうのかな、うん、やっぱどうしても引っかかるんよな、うん、なんでか聞かなかったからねああいやどうせ答えてくれないよ、そうね、くれないよ、いいだろ、この金でみたい言われて、そう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 、おそうだそうだ、嫌、うんうん、なことを言うお前が聞かんかったからやみたいな壊れちゃった。ということとか特にないですかって2回ぐらい確認したけどないですか。そうね、そうだったわ。
夏目ちゃんが壊れちゃった。いやでもあいつらやったら使ったら分かるって言いそうやもん。そう言うと思うわ。そう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 だよ。言うわよ絶対。使ったら分かるし。そう言ったってことにしよう。うん、大丈夫よ気にしないの。もういやそうね。うんでも縦に分けるのはちょっと。みんなで行こう。うん。まあ、必要になったら二手に分かれるってことでみんなで行こう。うんうん。じゃあ、いざとなった時の分かれるパターンだけ決めとく。うん、あそれ大事かも、うん。そうした方がいい。作戦決めるな。もう怖いもん。私失いたくない。もう後悔、後悔先に立たずっていうもん。転ばぬ先の杖よ。用心に用心重ねる。今だけ時の部屋だから。別にいざ別れるってなった時も時の部屋でいいんだけど。なんか今以上に苦しみそうよ。そう。わかるわ。どうせ今決めてもどうせ今決めても後で絶対こうあのまた悩む。その場で適所。そうよ。だからやっぱその別れるってなった時に考えましょう。臨機応変。その時適所やけ。いい。高度な柔軟性を維持しつつ臨機応変に。持ち物はみんな持ってる。持ってる。ちょっと軽そうね。出かける前にじゃあ私ロシちゃんにあの椿ちゃんからのプレゼントのリップ塗ってあげるわ。キュッキュッ。うん、おあ。ありがとうございます。あら似合うわね。つけたことなかったので。じゃあもう全員リップするか。じゃあ私のリップ貸してあげるわ。いやそれはいいわ。何なんかぬるぬるしてるし。それはバーユよ。バーユ。バーユよ。なんでリップにバーユついてるね。いや、つるつるになる。じゃあ、ルシューに約束を、はい、いこうかなと。うんはい、何ですかねえ、ルシュー、これから、はい。もしかしたらね、危ないところに行くかもしれないの。そうなんですね。そう。あの、あなた追われてるって言ってたでしょ、うんそうなんです。困ってます。もしかしたらそんな人たちがいっぱいいるかもしれないの。うんうん。でもね、絶対私たちが守ってあげるから、絶対離れないで。これ約束してくれる？そうですね。わかりました。じゃあ約束ですねって言って小指出します。はっ。じゃあ私もって言って小指を出します。はい。じゃあ指切りゲームマンってこうフリフリして約束しますね。心が痛い。もう一回ギュッとギュッと抱きしめます。それ何ですか何ですかあれ間違ってました。それかねっていいな。ちょっと子供が昔の息子のことを本田さんが保証してますからね。そうねって。じゃあ夏目も。いやあれ夏目さんもギュッとします。はい。はい。私とね。みんなでギュッ。そうみんなもうみんなギュッて締めに行きましょう。ギュッ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 。ロッシュは受け入れたから。はい。だからね。いやうーはい。じゃあではいや最後にもう一回だけ確認しましょう。全員でニートン化学工業赤切り支店へと向かうでよろしいですね。いやだ。いや、俺は決めたからさっき覚悟。いや、俺本当電気施設行きたい。電気施設。あ、じゃあ、あの展示施設。ああ、ニートここだよニートの化学工業。そうだよ。激支店。あ、支店に行くのか。そうよ。施設の屋上が展示室。あ、はい。大丈夫です。うん。行くぞ。車でこれ行く感じですか。どっちでもいいですけどどうします？ここだったら多分まだ浸水とかは、うん、あやだ終わ多分ハザードマップ的に大丈夫そうだったら、うん、あなんかそうですこれ見たら分かると思うんですけど横からこう道路伸びてましてこの駐車場ニートン化学工業赤切り支店がど真ん中にあってそこの駐車場までの道はまあなんか行けるかもしれないです、うん、やったら車で行こっか、うん、じゃあいいかそうねはい、ちょっと覚悟決めます。運転技術ってみんな行くわよ。ああ、待ち来い。
草屋ちょうだい。おおおお、草屋あげるわよ。ほら。ありがとう。あ、じゃあもう中に草屋が追加されたの。ちょっと予備でね、5個持ってきてるからね。あなたたちはそうして覚悟を決め、渡辺が乗る車を、ね、渡辺が運転する車に乗って赤霧支店へと向かいました。きつ情報に守り草屋、これより後半戦に入ります。わー、ここまでここまでにしましょう。わー、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 前半はここまでです。これで前半、わー、ここ前半なんですか。ここまで前半です。わー、わー、いやもうだって俺心ちょっと壊れそうだったもん。まだ何も起きてないが。このまま寝ろというのか。そう、確かに。そうですけど。つばきさんが、いや、離れないでねって言った時、わーってなったもん。よし、じゃあちょっとね。いいんだよ、夏目くんも離れなくていいんだよ。夏目離れない。赤ギルシに住む。分散させたい。いやー、マネジメント。どっちだろうな。分散する方がリスクなのか、分散しない方がリスクなのかがわからないですからね。そう。でもついてから分散もできるから。まあね。いや、もうついてから分散ってなったら時間なんですよ。時間かかるか。そう、時間かかったら多分。こっから時間管理結構シビアになってきそうだから。よくわかりましたね。あー、私本当に、ちょっと決めた後に言わないで。何何私本当に嫌よもう。だってもうすでに午前中無駄にしてるみたいなとこあるから。はい、じゃあロシュの所持品がなぜか5つ増えたのでメモしました。あー、やった、練り消し。魚テープ人形いいな。魚テープ人形。ココナッツちゃん。何使うんだろう。分からん。うわ、もしかしたら何かに生きるかもしれないから一応メモしておくんだ。うわ、これ生きた時激アツ。でもさ、ムドさん、あの車で移動中やから気が変わったっつって分散できるって。いやもうダメです。いやいや、ちょダメですね。無理よ。もう向かうって覚悟、あ、いいんですねって確認して行きますって言われたんで、もう着きますね。次回着いたところからですね。諦めよう。いや、逆にこっからみんな徒歩でっていうのもできるかもしれん。っていうか、あのこの工場の中繋がってる可能性もある。ワンちゃんの最悪車で。そう、施設同じその所有地やから繋がってる可能性にかけるしかない。では明日1時から再開となります。ちょっとお待ちくださいな。ちょっとテトメトさん抜きで作戦会議みんなでします。いいけど。ちょこっとだけ。どうぞどうぞ、好きなだけやってていいですよ。私はちょっとトイレ行ってくるんで。あ、はい、じゃあちょうど私6がしょ、もうちょっと、あ、私ほんと、あー、あー、もう、ロストする気しかしねー、なんか私。ノーさん的にどうだ。僕的にですか。うん、正直戦力分散するのはリスクはあるんですけども、時間管理がシビアな以上、多少リスクを起こさないと目的達成できないんじゃないのかなって思って、うん、ハイリスクハイリターンぐらいの気持ちで。そうそうそう、応急処置って私だけの振ってんの。そうですね、大体基準値じゃない。30はあるけど、そう、あのロッシュがね、応急処置できると思ってたから。でもロッシュがああなるって分かってしまった以上、いや確かそう、任せっきりにはできんからな。そうそう、戦闘どっちで起きても大丈夫みたいなのができない。それで一つって言っちゃったな。まあ分散させて最終的に合流させるっていう風なのはもちろん考えた方がいいんですけど、じゃあどこで合流させるってなると、うん、まあ地下とか入っちゃったらわけわかんないもんね。連絡取れませんからね今。うん、いや確かに。あ、連絡手段
決めるとかでもありかもしれないですね。あのなんか県外よ、通信機器を使わなければ電書バトとかならできると思います。いやいや、例えば地下に入ったら、うん、あの、うん、お互いに共通認識のなんか文字みたいなの書いとくとか、あトイレに入って合言葉とかね、すげえ、そう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 、パイラ、あの暗号文字みたいなね、うん、そう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 、おそれが即できる人間たちかって言われるとちょっと怪しいところなんだけど、メモ用紙をうん、メモ用紙があるのでみんなにそのメモを渡して、うん、5枚6枚分、あのそれで後で情報共有するとか、知ってる人以外後で情報共有できるようにするとか、なんか暗号表みたいなのを作って事前にメモをバレないことが前提か、そうそうそう、バレたら食べましょう、食べましょう、あ、どうだね、そうそうそう、パイなのよ、やってることが、そうですね、これ全員できちゃう方がちょっとおかしいんだよないいけどうんうんうん、明日はダイスの女神微笑んでください。明日はマジで大事よ。ダイスの女神と PL のリアルイントの両方がひらめくと。え、リアルイント、もう無理リアルイントか、いやリアルイントを使うにしてもな、専門外な感じがするよな。いやむずい、逆に専門外なことがあっても、専門外なこととか来たら多分補助用語みたいなのが出てくるはずだから、もゲーム的に求められてるのがこうプレイヤーたちのひらめきだったら、多分ヒントはどっかにたくさん転がってます。プレイヤーのひらめきを求めること、プレイヤーのひらめきを求めることあっても、プレイヤーのリアル知識を求めることはないから、あそっかそっかそっか、あくまでもこのシナリオ上で手に入れる情報から導き出すってことか、そう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 、神話学者女性の特性を知ってないと無理とか無理よ確かに確かになそう、みんな遊べなくなっちゃう、うん、もしそういうので必要な知識とかがあるんだったら、多分横にいる天文学とかめっちゃ詳しい女の子が全部教えてくれるはずだから。ああなるほどね。ああなるほど。確かに。そっか。いややったらまだいける。やっぱりロッシュはいるんだよ。いるいるね。そうだ、ロッシュはいる。だから置いてかないで正解だった。そう、分散させた時に、そう、分散した側で必要な知識があるかどうかだよね。うん、うん、確かに。技能的に、技能とパラメーターの、あの、ね、いい塩梅を取るしかないんだよね。そう。寝てる限り、まず戦闘できる人は分けなきゃいけないじゃん。うん。いるとしたらね。したらもうさ、まず、くるみちゃんと。ちゃんと。渡辺くんと、まずここは2人分かれるんじゃないかなって思う、うんうん、でそうですね、知識量とか図書館とかその辺考えると、天文確か魚あるんよな、そう、あ、はい、あ、天文あるんやったら俺天文欲しいし、こう分かれる感じなのかな、天文専門一切ないからさ、まあ、ロッシュがいればもう、あ、そか、ロッシュおればいいか、どっちでも大丈夫かな、うん、難しい、いや、ロッシュちゃんが使い物にならなくなった時よ、そうで、うん、そうだね、私か、私天文ってだっけ、私も天文ある、あ、ね、あ、一応天文、天文コンピューター、うんうん、うん、コンピューターな、うん、コンピューターな、コンピューターでもなんかロシちゃんが持ってそう、あ、そう、ね、そうだから私結構ロシと被るんで、うんうん、ああ私経理ぐらいしかないわ役に立ちそうなの経理20だから私持ってるけど、うーん、だからこうこうかしらね、
こう結局こうなるのが理想。そうですね、これで結構今までもやってきてますもんね。あたしやっぱ入っていいですか。やだな、夏目ちゃん、夏目ちゃん、夏目ちゃんやめなさい。あんたほら、あたしの二度チュ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 、逃げてた。さんがどんな変態に、ちょっとちょっと、いや置いた場所が悪かったやろ。もう変態にするんじゃない、人のことよいしょ、うん、こうなるんかな、が理想なんかな、うん、分かる。三三で分けていい、大丈夫かな。寿司屋やってそう。寿司屋やってそう。入りしちゃい。いらっしゃい。なんか体の出し方がめちゃくちゃいいよな。ちょうど。ポイントなんだよ。すごいぴったりな。遠近方向はなんか怖い。電気のとこまで来てるようにちゃんと。でかい。でかい。巨人みたい。198センチだから。でかすぎ。いやでかい。あちっちゃ。あそうか、小さくできるね。窓の外から中覗いてる人みたいな。めっちゃぴったりじゃない。めっちゃぴったりじゃない。本当だ。え、みんなどうやってサイズ変えるの、これ。あのコマの編集で、あわざわざやっぱこれでやんなきゃいけない、うん、遊び始め外にダン君梅野さん、ロシちゃんと私ずっと一緒にいるわ本当に。うん、そう、ね、そうだね、なんかそれが一番落ち着くって感じもするけど、バランスが母性がすごいからな、もう愛しくてたまらないのよ今もう。いや怖いな。いや、もうなんかフラグ嬉しいですね。だって思い出いっぱいできちゃったよ。頑張ってした甲斐がありましたね。そう、思い出がすごい。無駄に小物とかいっぱい増やして思い出の数増やしといたんで。そうなのよ。いやそうなんだね。ちゃんと私クリスマスプレゼント。そうそう。あの私がいなくなってもその人形私だと思って。早いなみたいなことになるかどうかは展開次第なので、あそうね、なんとかなんとかしないと私命、命に変えても。夏目と椿が一番子供系は聞くと思うけどね、なくしてるから。いやーやばいな、でかっ。でかすぎるクルミ。やばすぎる。そんなビオレみたいなサイズだね。キルラキルみたいな。収まってないやろ。マジでかい。絶対開脚してるやん。ちょっとだけようかさん。これロシはあの店員やってるから今。ね、かわいい。あ、ウェイターさんっぽい。ウェイターさんだから今。いらっしゃいませ。ロシちゃん。さんちはまだ子供いないの。ダン君はこれちょっとメタ的なこと言うと、ハッピーエンドになったらいなくて、バッドエンドになったらいる感じにしたい。ああ、何残してきたタイプか、普通に帰って嫁に迎えられるかみたいなね。うわ、そう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 、なるほどね、あいいな、残してきた。残してきた嫁が、嫁と。ああ、この俺が最後に見せるのは、大体未来に積む大人しけの魂だ、人間の魂だみたいな。鬼滅や。鬼滅か。いや、どちらかというとジョジョないよ。あ、そうだ。ジョジョ、ジョジョ、ジョジョだ。受け取ってくれってやつだ。あ、シーザーか。そうそうそう、シーザー大好きだから。あ、そうだ。じゃあ自分はこの辺で落ちますんで、はい、また明日。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ではでは、また明日。また明日。おやすみなさい。おやすみなさい。結局今遊んでるだけ。いやでもそうなんですよね。精神的にきつくなってきて、みんなここまで遊び始めるっていう。もう無理。このさっきの三三のメンバーで、仮に、うん、死者のところに行ったら、どうします？もし分けることになったら、あの
あ、私多分は一応これクトゥルフなんで うんうん、うん、多分そのどっちかで、ね、ロシちゃんが言ってる神が、うん、ツルフ神話系なのか、うん、かそのあの相手にミゴちゃん出てきたじゃん、うん、だから絶対相手側にいるんだよね、その親玉が、あミゴの上のあれが、うん、うん、そうだよね、そうだから両方なのかな、両方ってあると思う、話聞かないだけだ、両方つまりあれでしょ、人間のトップと神話のトップが別々パターン、そうそうそう、言っちゃうなら神話生物が、神話生物がその第三勢力的な感じで、そう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 、あのニートン化学工業とカシダとの間に神話生物が介入してるっていう。そうそうそう、なんかカシダさんがちょっとおかしいじゃん今、うん、呼び出してる可能性もあるかなって、あそっち側とこっち側とみたいな、どっちかっていうとニートン化学工業側がその神話生物の力を使ってカシダに対抗してるって感がある、うんうん、そうだよね、まあ、どっちにしろ やめろ本当最低よねこいつら、もう守ってあげたくて、うんうん、さっきから阻止してるんだけど、ロシュのあの力を見るとやっぱ台風っぽいんだよね、そんな感じがする、あ台風っぽい、あの無能さんの知識も相まってあの台風確定っぽいですね、ね、そうだから、うん、やっぱり異形の力なのか与えられた方なのか、うん、確かに、あロシちゃん自身が、そうでも与えられてるんだったらロシュ自体は止めれると思うんだよね、うん、うん、鍵がまあありますもんね、うん、最悪、うん、俺一個、うん、あの鳩の作用誘拐、うん、の件に関してなんやけど、うん、あのミゴが使ってたあの黒い穴、あれで誘拐されたんじゃないかな、あーあーそうよね、ずっと思ってて、私もそう思ってた、めっちゃありそう、ずっと思ってて、もともと施設にいて、うん、じゃあ、でニートンのやつらがこう、うろついて、うろついたりし始めてから事件が起きてるわけ、うん、そう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 、ニートンは絶対あの神話生物と関わりがあるから多分、うんうん、ロッシュはなんかで利用しててその、まあ、本当の名前はサヨちゃんだと思うでね、うん、うん、そんな感じはする、で利用してて、うん、ロッシュが多分もう一つの勢力の神様に頼んで約束をして出てきたんじゃないの、あそれで裏切るなみたいな感じで追いかけてる神様で出てこれたけど、その研究所のメンツがあいつ出ちゃったやばいぞみたいな、このままじゃ世界に影響が及ぶみたいな、本当に被害が出るみたいな、そのクトゥルフのそのなんか神とか別の神と契約しているのがバレるみたいな、あで今トライ冒涜してるってことやな、クトゥルフを、そう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 、だから2ついいんじゃないかなと思ってるよね、ニート化学工業の信仰している神様とロスに力を与えた神様が別々で、うん、その代理戦争みたいなのがここで始まってるっていう、そう、ね、うわ何それ、皆さんはたまたまそのロスとの何かのきっかけでそのこう文通しててそれに気づいてしまって、うんうん、いや それカシダさんなんで有名じゃないのっていう、うん、そうなんだよね、でも大学には普通に在籍してたよね、うんうんうん、いやでもなんかこう樫田さんすごく有名ですよねみたいな感じで、いや多分見え張ってたんだと思うけどね私は、あそういうことか、違うのかな、なんか、うん、そう見え張ってた、そう見え張ってやっぱこう手紙の中ではさ、そのあってもないわけだから文通なわけだから何書いたっていいわけですから、あー、うん、そういうことか、ロシのヒーローで、そうなりたかったの、神様っていう岸田さんの可能性ある、いやどうだろうね、いやでもそれだったら柏田先生神様って言うんじゃない、神様に会いに行くんだって言いそうだけど、なんか別物感が、うんうん、じゃあやっぱ神話生物かな、かな、いやでも姿を見てないんです
そう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 、なんか形がないって言ってたから、そう、ね、それもあるかも。おお、考えれば考えるほど出てくる。ある意味凄まじくなんか荒唐無稽な話していいですか。うん、ロシちゃん未来から来た説。未来から、未来、カシラさん実は未来では有名人みたいな。あ、なるほど、今は無名だけどみたいな。グリープ、そうそうそう。いや、もう一個気がかりなんか、うん、あのカシラの趣味がレトロゲーム、うん、あーで、あのロッシュがレトロゲームにはやたら強いんよ。そうそうそうですね、うん、逆に昔から来てる、そう、過去から、うん、ああ過去から来てる かその、昔から生きてるみたいな古代生物。この和歌山でなんか、あ、30年以上前にあった台風関係ないですかね。それあれじゃない、15年前の誘拐事件でタイムリープして、うん、あそこか、過去の樫田さんに会ってかな。うん、でも30代後半でしょ。トトさんがそれを言うってことは、うん、そのレトロゲーム、その昔との関わりはあるよね。まあ絶対あると思うから、うんうんうん、まあ、単に樫田さんがおすすめされたゲームをやってただけかもしれんけど、かもしれんけど、うんうん、だからその樫田さんの趣味っていうのも割とちょっと強いとこあるんちゃうかなっていう、うんうん、あ、だってわざわざ経理で情報を出させようとしてきたからね、あそこでね、うんうん、確かに確かに拾えってことでしょ、年代、うん、多分古い年代のものばかり揃ってるみたいな、ね、もしかして土星の距離と関係ある。22が2022年みたいな。そう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 、うん、だってなんか2021年とか2022年っていう数字結構出てるよね、うん、出てる、10年前よな、うん、そうで今2031年が現在みたいなさ、32か、そうだから22年前の話、実は22年前じゃなくて2022年の話の22だったりしない？そう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 、うん、だから10年前になるじゃん、それだと10年前、うん、ちょうどね。いや、わからん、22ってなんだ、その日記、その樫田さんが書いてた日記にも2022年の日記と2032年の日記だったから、うん、10年間空いてる、その10年前が22年だから、その22と関係あったりしないのかなって、ちょっとそこくらいしか今22と関わりがあるものがない気がするけど。いや確かにそもそもそうっすよね、この日記ノートがなんでその10年前に書いて、そうそうそう、10年も空いてんのっていう、うんうん、あー、やっぱタイムリープかな、結構でかい、うん、タイムリープ要素って他にあったかな。うん、メタ的な言うこと言う、あー、いやでもあれはイソジンか、うん、てか過去から来たから10年間空いてんのか、そうそう、そのそうそうそう、うんうん、ちゃんと素直に日にちを書いてるから、うんうん、でもこのノート書いてるのは短期間みたいな、うんうん、本当は。あのバキュームってもしかしてタイムマシンだったりする？うわー、おー、え、な、何がタイムマシン？バキューム、バキューム真空のやつ、あれで物理的に分解されて肉体分解して飛んできてる可能性ある。確かに、あ、でもあれだ、あの時間を元に戻す方法だったら物理的にありますよ、うん、あの地球の回転を元に戻せば、ああのも、あの元に戻すことができるみたいな、原理的にはできるんだよね。そうです、そうです、聞いたことあるわ。え、それはだからそれをあの神話生物の力を使ってやったとか、うん、面白い、まあ、それを物理的にやったかとか置いといて、タイムリープをしたことをすることっていうのは、まあ神話生物でできるから、うん、でもそれっぽく見えてきた、そう言われたら、うん、ここ10年飛んでるのが、そうなんだ、土星のさ、最初12138で、うん、次1225でまた近づいて12000、うんうんうん、一回離れてから近づいてる、うん、そう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 、あれもよくわかんないよね、うん、確かに、なんで一回離れて近づいて、うん、一番最初に出会った頃、そう出会った時にその土星を見たっていうのも気になるし、うん、え、またもう伊藤なってきた。
何センチって言ってたかな。 5.2。 それが一番最初。うん、最初5、最初は5。2回目、2回目、2回目は 5.2。 そう、その後 4.8 とか言ってたか。なんか600キロで 0.1 センチ。うん、うん、うん、近すぎる。あ、うん、距離についての 3、 0.3 と 2.3。 でも5センチから 2.3 センチ。ん？ 2.3 センチ？あ、うん、一回あの1200000になってるから、うん、うん、うん、3回目ですかね。最初が5センチ、うん、5センチって言ってて、でそっから13800キロ減ってる。13800を600で割ったら、6で割ったら 2.3 センチ距離縮まってんのね。うん、うん、うん。 3.7 センチが、じゃあ 2.7 センチが、でもそんな近くは言ってなかったわ。そう、近くなかったんよなって思って。4.4 いくらって言ったよ。うん、どうでもいいんかな、うん、まあ5円玉があればの話って言ってたからね。あくまでもっていう、まあ近づいて離れたりしてるよってぐらいか。いや、私何回台風の目来るのよ。いや、それなんだよ。穴ボコボコじゃない。まあでも変な台風ってことね。うん、あと何も判明しない言ったほのかな。うん、そうなんですよね。偽名だからな。これメタ的なこと言ってもいいですか。うん、うん、僕ニャルのなんかあれなんじゃないのって気がする。ニタニタ笑うって言うとニャルさんだよね。ニャルラトホッテプ。そうそう、ニャルラトホッテプさん。いやそもそも神話生物と接触したっていうだけ。だからこそそこまでたどり着いたっていうのはあるよね、その柏田さんが。そう。なるほど。じゃあ構成員も、うん、その開発の構成員も、うん、神話生物がおった。いやニャルが全部なんか構成員は、まあミオが寄生してたとか。そうね、あるかも。だってもう一目散にロッシュに来てたじゃん、ミオって。うん、あ、やし、その関係者が殺害されてるっていうのが、うん、そもそもなんか証拠隠滅とかさ。そうね、うん、うん、お前は知りすぎたよバキ。そう、知りすぎた、関わりすぎたとか、そもそもそれ自体やから、うん、でも神話生物って殺せんのかなって話。あの、殺すやつもいる。殺せるやつもいる。ていうかミゴはむしろそういう風なことを結構する、うん、あの死体を乗っ取って、うん、そう、死体を乗っ取って脳みそにしたりしてる。これね、なんかあったな。なんか死体のふりをして、生きてるふりをしてっていうのはある、うん、やったらまあできんくもないんかなって思ったりするし。ミゴタン、まあミゴを使って他の人たち殺してたのは普通にあると思うな。なんか、うん、出てきた以上は多分関わってるだろうから。うん、なるほど。ニャルラとホテプで似たほのか。え、それ大丈夫か。ほのかほのかってどんな、なんかすごい、三髄に光る。うん、三髄に光るで似たほのかだった。光るか、その光るな、アルベール、アルベール、でタイタンがあれでしょ、大地で土星だよね、土星、そう、そう、だからもうなんかイコール化してきてる感あるよね。うん、神話生物、
そもそも土星って気体やからさ。うん、ああそうそう。そうだよね。うん、大地がそもそもないから。別になんか住めないんだっけ。はあ、気体だから大地あそあえだから息苦しくなったのかな。火星だけでなんか住みそう。ガスなんですよね全部ね。だから息苦しくなったんじゃないの私たちやっぱり。そういうこと？いや。違うの？あの僕それあの気圧とか関係あるんじゃない、うん、気圧かな。そう大気は空気圧ってるのかなって。あそう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 。あやっぱ台風なんじゃないですか。そうだ台風の棒的な感じなんかなって思う。そう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 。台風の棒。そっか。ああ。ガスだったらなんか匂うかもしれないし、うん、から多分聞き耳振ってくださいみたいな言われそう。そっかそっか。やしその息苦しさですまんと思う。なるほどな、うん、そもそも、うん、そう有害な毒ガスかもしれんし、うんうん、あそうだからその機体の周りを何惑星というか、うん、隕石みたいなのがふうふうしてるだけやから、うんうん、じゃあ土星は何に関わってくるんだ。そもそも多分衝突とかいう概念はその周りの隕石ぐらいしかないんよな、うん、地球に降り注ぐ、うん、台風となんで土星が関わるんだろう。そうだね、うん、そうそうなんだよ。土星だけ今こなんか浮いてて、うん、土星はどう関わってくるのかっていうのがつながらないというか、うん、つながらないね。そもそもこれあれでしょ、見えてないというか肉眼では確認できるって。人間には見えるけどそうそうそうっていうのも謎いですよね今。だからそこがなんかタイムループ系でこう未来と今が見えこう交差して見えてるのかなって思ったんだけど。おああこの影に刻まれてる文字って見えんのかな。ありますよね、なんか文字書いてますよね。調べれる地質学だっけ。地質学あなるほど。なんかあれば調べられるみたいな。あなるほど。材質とか、ね、ああジョーさん呼ぶか。ジョーさん教えて。実はね考えたんだよ、ロシュに引くかどうか。でも見せて発狂したらどうしようと思って。いやでも穴があること自体知らんからな、ロシュちゃん。そうそうそう、うん、あ確かに鍵だけ見せて、うん、みたいな。そうそうそう、この鍵なんか見てなんか分かったりするみたいな。あでもワンちゃんなんかこの鍵自体をさ、例えばその黒ずくめの人たちが無理やりなんかしたりしようとした記憶とかが残ってたら嫌だなとか。うん、ああ、うん、頭がってやつですね。なんでそれみたいな。な、うん。そもそも雷で切り替わった理由もよくわかんないし、ね。そう。トリガーとなったのが音なんか光なんか。いや光じゃない。自体なんか雷なんだろう、光な気がするんだけどな。だってアルベールって光なんでしょ。あ光か。ああすごい。雷の量の光ってこと。うん、まあ、閃光って意味も確かあった気がするけど。うん、かその雷が出す電気信号的な。そうそうそう、そっちだと思ったの私最初。そう、まあ、怖いよね。電気工学に強いのを裏付けるって考えたらそっちなんかなって思ったりもするし。うん、そうですよね。うん。そう直しちゃったからなスマホ。うん。そうなんですよね。うん。まあしかも鍵穴というかいうものがある時点でって感じもありますもんね。うんうん、そもそもなんで依頼者は鍵を持ってたん。そうそう、それ気になる。からやっぱニートン化学工業の人たちだからじゃない。そのうん、だそれこそとかあるよな、作られた。そう、こんだけ組織的にしっかりとしているところやのになんでわざわざわしらに頼むのっていうね。しかも、うん、ああ確かに。あでもあれか、最初の疑問だとその柏田さんがあの雇ってたんじゃないのっていう。いやそう、うん、そうそうそれはでも違うと思う。でも一緒にだってミゴがいたって話だったじゃん。うん、
だからなんかこう、あのもしね、あの地下にいたのが本当に樫田さんだったら、うん、そんな神話生物携えてんだったら怯える必要性がない気がする、ね、ないよな、見事か使って排除できるか、むしろショットガンなんて持つ必要もなくて、ね、ああ確かにショットガン持つ必要、ロシだったり、あの、うん、なんだったっけ、なんとかさゆさんの名前出したら反応するはずやのに、うんうん、そうそうそう、だからなんだろう、やっぱりあれは工業側が持ってて、うん、そうだと思う、そうやな、そうそう、でその工業側がロシュを、うん、ロシをさらった方にというか、まあ会社で、うんうん、そこでその研究をしてて、あの鍵穴の存在をそもそも生み出した、うん、そうかなって、でやっぱ神様と約束して抜け出した、うん、自由になりたいとかでかなって、うん、なんか樫田さん、うんうん、樫田さんさ、そうショットガンで自殺しちゃったかなって私思ったんだけど、でも逆にその見事とかのワープで見事に殺されてるとかあるかもなってちょっと思って、うわって今思った、うん、あ確かに、じゃあ奇襲攻撃受けたら結構やばいぞ、匂い嗅いだきゃよかったな、匂い別の匂いするかどうか、扉で阻まれてそう、無理か、確かに、あ、そっか、ミゴがじゃああれか、あの上から下に奇襲攻撃仕掛けてくるって考えるとわかんのか、あの扉やっぱ信用以外じゃ開かなかったのかな、そうかもね、うーん、どうだろうな、いやもうこれは樫田さんの居場所を分かるまでは分かんないね、分からずじまいな感じはするよな、なんかいくら話しても仮説が出てくる出てくるからやっぱその時で方針を決めるしかないんだけど、うん、そう、決定づける情報にまず近づくしかないよな、うん、そうだね、でもキーパーに全員で行くって言ってしまった以上もう行くしかなくて、うんうんうん、次もうその着いたところから始まるって言ってましたよね、うん、いきなり公開されてる場所だからいきなり危険があるとは思えないんだよね、うんうん、そうやな、うんうん、それこそ踏み入っちゃいけんところに行くかどうかの判断も多分、そうそうそう、あの地下に入った時点でだと思うよ、うん、うん、うんうんうん、考えるように時間との勝負な気がしてる、うん、ターン数とこれここ行ってから車でもう一個の方行くとかってした方がいいっすかね、じゃあこのあの中心の死者のところ行ってからあの目的基地というか巫女の、うん、巫女っていうか、まあ、あのここについて連れてきてくださいって言ったところに行く組とで別れた方がいいのかな、うん、でもさその連れてこいって何時何分とかないわけじゃん、うん、なんかロシュがいないと検知されないとかなのかね、うん、そもそもなんか取り合ってくれん感じはするけどな、うん、そのロッシュ向こうはロッシュを求めてて、うん、で連れてこいって言ったのになんか全然知らんやつらおるし、うん、公園内だから誰でも来るからやっぱロッシュっていうその反対材料がない限りアクセスしてくれなさそうで、うんうん、あそっか、なんか建物があるというわけでもないんだもんねあの辺多分、うん、わあ歩き、うん、住所が存在してるから建物あるんちゃうかな、まあ、それこそ地下に続くとかがねあるかもしれない、え住所ってさ公園全体のその一部を指すでもなかったっけ、地図で見たら、公園の上の方に位置しているっていうのは分かってるから、うん、ちゃんとあるのありはする、多分この今の現在地から この辺だったと思う、そうだよね、うん、この、うん、うんのこの角、もうちょっとね、こっちか、こっちかな、うん、それ出てる公園から出てる多分この辺、ね、公園の入り口とかその辺なんだろうね、うん、あそっか、ここ人が出入りするところだったらそもそもあれなのか、うん、自然公園の中心とかだったらまだなんかこうね怪しいとか思ったけど、うん、結構恥なんだよな、うんね、ただまあ敷地内っていうことには変わりないから、うんうん、つながりはあるやろうな、う
うん、いやでもどうしたらいいんだ。あれっすね、あのここ死者のところ行ってから多分もう一個のところ行って、もう一個のその上の方の待ち合わせ場所のところ行って、これ完全にメタ読みなんですけれども、うん、多分あのなんかはあのここ来たからはい終わりみたいな感じではないと思うんですよ。何かはあるだろうね、うん、あると思うよ、うん、なんか施設的なのがあるのか、いやどうなんだろうこれ完全に僕の予想なんですよ。なんかビルみたいなとこがあって、うん、そこに連れてこいみたいな感じにな、あのビルっていうかあの地下施設みたいなのが下に伸びた施設な感じするよな、うん、そう下に伸びてると思う、うん、私も最低でもだって B3B4 あるんでしょこれ、うん、だから時間急ぐとしたら探索とかだったらそこで時間を巻き返した方がいいのかなって思ったりする、うん、速攻でこの真ん中のところ調べてから真ん中のあの赤切り死者のところ調べて、うん、全員でそれぞれ分散して、うん、で待ち合わせ場所のところ行って、うん、またある程度分散して地下2階、うん、あ地下3階に行く手前ぐらいでまた集合するみたいな。いや今回のシナリオおもろ、集合できるかな。もう私もうこんなに進めるの怖いと思うシナリオないよいやマジで進めたくないよ、やだ心がいやなっちゃう、考えれる推理が増えるっていくだけで結果のなんかこう、あこれはこうだよねっていうのが未だになっない、めてない決定打に全部かけ、だってまだ前半終わっただけだもん。そうだからもしかして調べ浅いとか思ってはいるんだけど、うん、そんなになんか情報を出し惜しみされてる感じもしない気がするんだよな、うんうん、前半で得れる情報を大体得てる気はするけど、得てる気がする、うんうん、なんか重要なところでダイス失敗し続きとかじゃないから、うん、いや加地田教授、そう教授の教授にかかってるマジで、そう信用のあそこの2つくらいなんだよな、もうなんであそこ失敗したの俺いやあそこ悔しいねパスも解けてないから、そうだよね、パソコンのパスワード4桁、あそっか4桁思い浮かばんね、なんか2023、あ違う22とかだったのかな、いやでもなんか適当に打ったらロックがかかりそうだよね、うん、どっちみちこの後の行動だよね、うん、全てはそこにかかってる、結構難しいのが、うん、分散するにしても情報共有ができんからどう動くか連絡手段がないとか言ってた、これせめてトランシーバーでね繋がればとかね、あれば、ドンキでトランシーバー買うとか、いや距離的に無理ちゃう、いや近だし公園のさ、いや広いやつだったら80キロ圏内でも多分届くやつがあるへと思う、あただそれも電波的な信号を使ってるのであれば携帯とかと同じように届かんとかあると思う、なんだよな、ラジオとかも聞かんけど怖さすぎそう、うんうん、そうだよね、ラジオダメなんだもんね、ラジオ無理やから、あーそっか、うん、もうさかなくんがじわじわくるうんうんうん、あー貸しだがな、その地下倉庫にピッチングマシンとかをやたら機材入れ込んでたっていうのもな、そっか、ピッチングマシン、ピッチングマシンって何なん、ピッチングマシン、ピッチングっていうと多分なんか、あなんかボール投げるやつですよね、多分なんかに改造してるんだと思う、改造とか、うん、あと対策とかなのかな、そういうあの犯行なんだろう
それこそショットガンみたいな感じのさ、いやなんか機械の出力を、真空のやつに関わってくるんじゃない、うん、そうなの。あとあれだね、アンテナが下向いてたっていう。そうだね、パラボラアンテナ上向いてた。あれで結局そのどこに作用してるか分かってないんだけど、うん、そうだ、出すよな。だってあれを下まま出てってるわけでしょ、うん、使ったまんま出っ放しっていうのと、ああいつからか聞けばよかった。あいつから上向いてるんですかって。そう、確かに。あそっか、いや上はあれはあくまでもう参考画像やから下向いてんねん。下向いてんだ。そうそうそう、今下向いてておかしいなってなってんだ。そうそうそう、それがいつからなのか。あわからん。いや長いシナリオだと情報量が多くてパンクしますわ。そう、あれかメモしてって感じよ。ちょっとちょこちょこってしてんだけど、うん、そうしてるんだけど、うん、お前何書いてんのってレベル。なんともよし、じゃあこういう時は寝ましょうか、うん、そうね、そうだね。もしかしたら明日誰かがいい思いつきをするかもしれない、うんうんうん、ひらめくかもしれんからな。そういや睡眠で記憶の整理をして、あと寝不足はやっぱ思考に良くないから。そうそう、寝て起きたら、うん、ほら思考も冴え渡りダイスも輝くかもしれないわ。そうだそうだ、明日のダイスダメな気がしてるんだよね。私はいける気がする。私今日ダメだったからいける気がする。今日めっちゃだって応急処置ほぼほぼ全部するぐらいやばいな。いや俺天文学5で2回クリティカルがするからな、ね、ちょっとみんなが今日良かった分私明日強気なお姉でいくわ。そう、お姉が明日輝く日かもしれない。そうよ、もうロールプレイでしか役に立ってないから、ま、マジで見せ場ください。欲しいわよね。目立ちたい。十分目立ってるけどな。そうよ、みんな多分目立ってるわよ。もっと目立ちたい。それはまあわかるわ。いいくるめかっこよかったな。さかなちゃん、さかなちゃん推しなもんなんか。あーでかくなって。でかい。いやいいのよねこのハの字が。いや めっちゃいい顔してんのよな。やっぱハの字がたまんないわよね。ちょいちょいこう、いやでかいでかいでかい、こっちも鼻ネタ入れてくるの。やばい、画面から向かってきそう。ちょっとなんとなく口角上がってんのいいわ。あ踊り出しちゃった。どうやって回してんの？それね R で回すのよ。R で回るのか。R で回してみて。待って。ちょっとさかなちゃん、ちょっと邪魔しないで、私も動かしたいのよ、私を。あ、こうか。ありがとう。おー。そう、こうよ。すごい。また。よし、じゃあ、寝ますか。ちょっと僕、この状態で寝ます。うん、この状態で。寝ましょうね。私も寝よう。はい、すいません。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございました。また明日も頑張りましょう。お願いします。